こんにちは。今回は愛車のキャラバンにセンターキャップを取り付けてみたいと思います。前回ブラックで塗装しましたけど、やっぱりテッチン感が拭えないですよね。車中泊仕様キャラバンのマイルームという車種で純正でセンターキャップ仕様があることを知ったので、キャラバンを購入した店舗で1つ1790円で注文してもらいました。ちなみに今回の作業も夫に丸投げです。良さそう。取り付け方は右回しでナットにはめ込むだけです。一応日産のロゴの真下がバルブになるように4輪とも揃えました。結構硬そうなので女性の力では厳しそうです。せっかくなので洗ってから引きで見てみたいと思います。手で洗うとバルブやナットの隙間が洗えません。ディティーリングブラシっていうんですかね、あれが欲しいです。子供のいらなくなった習字道具の大筆の先を切ってできないかと目論んでいます。今回はマイクロファイバーの布で優しく洗います。やっぱり隙間は洗えてないですね。久しぶりにタイヤワックスを塗ってみます。タイヤワックスを塗るとタイヤの劣化が早まると聞きますが、どうなんですかね。今回は綺麗にしたいので試しに塗ってみます。直接スプレーすれば早いのですが、使いすぎるし他に散っても嫌なのでウエスにつけながら塗ってます。
タイヤにツヤが出てくるとかっこいい。私は好きだな。ぐるっと見ていきます。うん、いい感じ。アルミホイールには負けちゃうかもですけど、これはこれで可愛さがあります。取り付けてみたい人はお近くの日産で購入してみてください。ネットで汎用のセンターキャップを探すとどれも数万するのでおすすめです。今回もご視聴いただきありがとうございます。これからもいろいろなカスタムを予定しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。